シード、今日は誰の曲かな？私の曲を奏でなさい、ミュー。ここにふさわしいのはあの曲よ。わかった、チェケラ。レジヘッドやミューがいたわけでもないのに、こんな場所に帰宅部がいるのかよ。いるわよね、ルシール。じゃ、さっさと片付けよう。これじゃ使い物にならないのよ。ミュー、マインドホンを。なんだ。山田の声だ。一体何が起きてるよ、部長。なんだよ。俺は地獄の淵より蘇るし、回転の作動が冥王授かりし我が刃、勝てるものはないとし、いざネビウスの安寧を乱すローグども滅散。いきなりうっせえな。さあ行きましょう。イチカ、どうしてあなたたちがここへ。まさかあいつに。部長に何かしやがったのか。ソン、ミュウはどこにいるの。ミュウはここにはいない。私一人だけよ。負の感情ってのを集めてたんじゃねえのか。いいえ、今のはただのレクイエム。気に入らなかったかしら。これ以上ミュウに無茶させるのはやめてよ。ミュウがおかしくなっていることくらい気づいているでしょ。ええ、もちろん分かっているわ。すべてはメビウスを維持し、人々の願いを叶えるためけど、それは私の願いを叶えるため。メビウスに来た人々が皆ミュウに願いを叶えてもらったのと同じように、強く大きな体を、過干渉からの解放を、大人にならずに住む環境を、自由への回帰を、乱れることのない健康を、友人に囲まれる毎日を、他者とのつながりを、異性のいない世界を。あなたたちが求めるものは手に入れられたはずよ。なぜメビウスから出ようとするの。お前が求めた罪の忘却は叶うことはなかったでしょうけど。そんなのここが現実じゃないからに決まってるでしょ。こんな虚偽の世界で求めていたものが手に入っても意味がないということが分かった。みんな現実に戻ってやらないといけないことがあるんです。今あなたたちがそんな絵空事を言えるのはメビウスによって満たされているからよ。悲しみや苦しみ、絶望に満ちた場所にわざわざ戻ったところでまた同じように傷つくだけ。現実など私たちには不要なもののはずよ。現実は不要って。そう、
あなたの願いというのは一体。私の願い、私の願いは私があり続けること。そこの男から聞いたのでしょう。私は現実にはもういない。メビウスにしかいない。え、あいつ死んでんの？イチカ、お前は本当に私のいない世界なんて必要ないの。だから私は現実世界を崩壊させる。はあ？な、現実の崩壊？そんなことできっこないですよね。高度に情報化された現代じゃ、情報操作することで世界を滅ぼす方法なんていくらでもあるよ。電力会社からの送電がストップされたら、危険な伝染病に偽りの収束情報が流れたらどう？軍事衛星やレーダーにありもしないミサイルが映ったら、偽りのテロ攻撃が報道されたら、世界中が大混乱になっちゃう。ソーンの言ってることは、ミュウを使ってメタバーセスを支配し現実世界を崩壊させることは可能だよ。でも現実が崩壊しちゃったら、メビウスもいずれ崩壊しちゃうんじゃ。でしょうね。現実が滅べば、いずれメビウスも消える。それで構わない。私のいない世界が先に滅び、私のいる世界がほんの一時でも後に残る。その間は私が生きているメビウスだけが唯一無二の現実になる。何言ってんですか、あんた頭おかしいだろ。私を否定した現実を否定できれば、その後はどうでもいいわ。そうね、仲良く心中しましょうかねえ、佐竹翔吾。狂った思想だ。メビウスを守るためにこいつらを殺すんじゃなかったのかよ。悪いわね、気が変わったの。お前の言ってること何一つ分かんねえな。分かってんのは、んなこと絶対にさせねえってことだ。勝手に一人で死んでなさいよ。そうね、あなたはどうだとか心底どうでもいいわ。家に帰ってやることがあるのよ、私たち。あなたを止めて、必ずみんなで現実に帰ってみせます。やってごらんなさい、ショーゴ。どこにも逃げ場はない。それでも現実に戻りたければ、私を止めに来なさい。ちょっと、あの時のように逃げ出さずに来られるのならば。やめろ！くそ、落ちたぞ！はあ？あいつ死んだぞ！いや、もう死んでるのか。ああ、わけわかんねえよ。なんだよこれ。あいつはイチカじゃない。本当のイチカはとうに死んでる。なのに、俺はメビウスで何度も何度もあいつが飛び降りる様を見せつけられてきたんだ。あいつは死んでなんかいない。一体誰なんだ。ショーゴ、落ち着いて。あいつは現実を滅ぼす気らしい。
それでもまだ力を貸すのか。おかしい。そうか、それもいいか。悪滅こそ我が宿願、不義不道の元凶たる現実、滅ぶべし。なんでよ。狂ってる。あんたたち全員頭おかしい。帰る家がなくなっちまうね。お前らの絆とやらで止めてみろよ。コタロウ君、峰沢君、リフエちゃん、やるわよ。他のみんなはショーゴをお願い。そういうことならお望み通り止めてみせよ。アリア、お願い。みんな行くよ。カタルシスエフェクト、オーバードーズ、グオーライブ。逃げたか。口ほどにもない。あんたやるじゃん。うぜえけど腕は認めてやるよ。くだらねえこと聞くなよ。そんなのどこにいても一緒だろ。世の中の連中が当たり前だ、美徳だなんて抜かしてることが嘘っぱちだって見せつけてやれるんだぜ。絆だ、仲間だ、助け合いだなんて言ってる連中が略奪、暴行、殺人、なんでもござれ。超楽しみ。こうしちゃいられない。さっさと帰るよ、影猿、透明人間。承知。駆け足。世界の崩壊、超楽しみ。おい、早く来いよ、ハムシ。おかえり。ここは黙示録の花園だよ。おめめぐるぐる、わお。痛い痛い、バー。俺は持ってる、残酷なまでにビッグ、それが俺のデスティニー。おいっす。何、輪をかけておかしくなってんじゃんこいつら。ウケる。聞き分けのない子たちをしつけてあげただけよ。それにしてもずいぶんご機嫌ね、ウィキッド。どう、私に手を貸す、それとも口なしとミレイは快諾してくれたわ。自分の意思でね。ふん、現実に帰るよりマシってだけよ。右に同じ。どうせ選択の余地なんてないんだろ。帰宅部の奴らの泣きっ面を拝むためにやってやるよ。あんたのためじゃないから、そこんとこよろしく。それで十分よ。あなたの答えは最も効果的かつドラマティックな局面で聞くわ。帰っていいわよ。優作の道に影走り、名門深まる真を断つ、正義正道の影奉仕、シャドウナイフ水産。待たせたな、ルシード。俺の復讐は間違っていた。しかしメビウスにも現実にも弱き者を守る正義の番人が必要だと思う気持ちは変わらない。だがまだ素の山田大輝で悪に立ち向かえるほど俺は強くない。
だからもうしばらくシャドーナイフは続投だ。いつか、いつか真の正義をなせる男になりたいものだ。真の正義。力と正義の真の意味を悟ったシャドーナイフ。闇夜に一条の光が差し、迷いの霧は晴れ、影の濃さは増した。石英のシャドーナイフ最終回、正義。澄み渡る聖夜のもとにも奴の影。なんてな。なんだよ、帰宅部のいい殺し方でも思いついたか。ああ、うちのクソ親なら毎日殺してるよ。張り合いのねえやつだな。その顔じゃ驚いたかどうかも分かりゃしない。残念ながら親つってもそのポンコツが作った偽物だけどよ。はあ、あんたに教える必要があんの？聞いて優越感に浸りたいって口か？それとも普通じゃない育ち方をしたからこうなったんだなって安心したいのか？チッ、どうして、なんで私だけ。部長、無事だったのね。一体どこに行ってやがったんだ。みんな心配してたんだぞ。でもよかった、無事で。みんな、それどころじゃないですよ。そうだ先輩、とんでもないことが分かったんです。ってわけ、あいつ現実を滅ぼす気よ。何が何でも止めなきゃ。止めに来いって言ってたけど、どこに行けばいいの？ねえ、わざわざ止めに来いなんて言うんだもの。ソーンがいる場所って、ショーゴが知っている場所なんじゃないかしら。どっか思い当たる場所ってねえのか？ショーゴ先輩。一華がよく通ってた。グランギニョールってライブハウスなら知ってる。俺も一華もこの町育ちだ。ちゃんとコピーされてればメビウスにもあるはずだ。あるよ、私が保証する。メビウスの半分は私が作ったんだから。ライブハウスか。そこなら負の感情も集めることもできるしな。よし、行ってみよう。ありがとう、ショーゴ。ミュウはソーンに言われるがままに負の感情を集め、その影響によって自分を見失ってる。このままだと本当に現実を崩壊させちゃうよ。何としてもミュウを止めなきゃ。行こう、グランギニョールに。みんな、そしてアリアも聞け。一つ避け続けてきた考えだが、ここではっきりしておかなくてはならない。もし僕たちがミュウの元にたどり着いた時、全てが間に合わなくなってしまっていたら、僕たちはミュウを殺さなければならないかもしれない。そんな目を背けても仕方がない。覚悟と準備だけはしておく方がいい。たとえ相手が
僕たちの幸せのために歌い続けたアイドルだろうとな。本当に透明人間って気に入らない。何考えてるか分かりやしない。いっつもそうだ。顔色の読めない奴が相手だと調子が狂う。はあ？自分でそういうこと言うか？普通。ああ、怒ってんのアホらしくなってきた。なんかもういいや。クソ親の話まだ聞きたい？小さい頃からしょっちゅう親父に殴られて、親父が強盗傷害とかで逮捕されたら、今度は母親に殴られて、その母親が蒸発したらダメ押しで引き取ったジジイに殴られたってだけの話。どこにでもよくあるありふれた話だよ。同情なんかヘドが出る。痛い、怖い、寂しい、悔しい。優作の道に影走り、名門深まる真を断つ、正義正道の影奉仕、シャドウナイフ水産。待たせたな、ルシード。俺の復讐は間違っていた。しかしメビウスにも現実にも弱き者を守る正義の番人が必要だと思う気持ちは変わらない。だがまだ素の山田大輝で悪に立ち向かえるほど俺は強くない。だからもうしばらくシャドウナイフは続投だ。いつか、いつか真の正義をなせる男になりたいものだ。真の正義。力と正義の真の意味を悟ったシャドウナイフ。闇夜に一条の光が差し、迷いの霧は晴れ、影の濃さは増した。石英のシャドウナイフ最終回、正義澄み渡る聖夜のもとにも奴の影。なんてな。改めて聞くけど、あんたなんで透明なの？確かに柄じゃなかったな。悪い悪い、忘れて。どうして気になる？ふふふふふ。久しぶりにいい気分。クソみたいな現実もとうとう終わりだ。もう二度と人の顔色読む必要もなくなったな。こうなってみると透明人間もそう悪くないじゃん。どこ見てたってもうどうでもいいもんな。おい、今さらおじけづいたんじゃねえだろうな。メビウスの崩壊だけなら何があっても食い止めるけど、現実も壊れるんならそれはそれで構わねえよ。むしろ願ったり叶ったりじゃん。どっちにしろもう止まんないだろう。ソーンもポンコツも。あと私にできるのは世界の崩壊を特等席で眺めることだけ。そん時が来たら腹抱えて笑ってやるよ。あ、お前も一緒に見る？どうしてもって言うなら混ぜてやってもいいよ。お菓子持参な。やっと終われる。おう、これから地下と会ってくるわ。ちゃんと思い出作ってあげちゃって。なあ、何すりゃいいのかわからんが、
頑張ってみるわ。頑張れ。さて、正午見守り隊としてはほっとくわけにはいかないよね。つかず離れず追跡開始。本当に30歳なんだ。ああ、おまけに引きこもりのニートと来たもんだ。私結構年上好きなんだけど。一応聞いとくけど、現実では何歳なんだ？15だけど。俺な、現実に戻れたら社会復帰しようと思ってるんだ。だから警察の世話になるようなことはできない。悪いな。ほんとノリ悪いよね。ワイヤーもダメなの？ダメだ。ケイチ。でも、もしまた死にたくなったら、その時だけは連絡してくれ。必ず止めに行く。私、もし現実に戻ってもファイヤーの連絡先は消さないから、絶対に。なんだお前ら、やっぱついてきてたのかよ。正午、吹っ切れたみたいだね。あとは社会復帰だ。頑張っちゃって。簡単に言ってくれるぜ。それがもしかしたら一番難しいかもしれないってのによ。でもやってみるわ。一華から死のって誘われた時、逃げたんだもんな。生きていたいって思ったんだもんな。その分ちゃんと生きなきゃな。ありがとうよ。今回の件でようやく気持ちに区切りがつけられた。何をしても俺の罪が消えるわけじゃないが、いつまでも過去から逃げ回ってたら、それこそ一華に合わせる顔がないもんな。俺さ、帰宅部の連中にはかなわねえなってずっと思ってたんだよな。俺なんか年食ってるだけで何も決断できねえし、兄貴分ぶって達観してるふりしてりゃあいつらが全部決めてくれるだろう。何にもできねえって気づかれないように必死だったぜ。俺にとっちゃあいつらが帰るための命綱だったからな。まあ事のあたりは感づいてたかもしれないけどな。多分あいつら俺より年下なのによ。いろいろ抱えてて、それでもしっかり生きてて、すげえよな。俺がいなきゃ始まらなかったってやつか。そんなの偶然だと思うけどな。ただ偶然とはいえ、俺もあいつらを集めちまった手前、少しはかっこいいとこ見せなきゃダメだよな。現実へ戻ったら何か自分にできること探してみるよ。地下にお見えも切っちまったし、就職先も探さないとな。うんうん、その意気だってば。くじけそうになったら正午見守り隊がまた出動してお尻蹴っ飛ばすから。ああ、覚悟しとくよ。よっしゃ、俺は現実に帰るぜ。今度は逃げるためじゃない、戦うためにだ。行くぜ部長。ここがグランギニョール。なんでこんないかにも何か出てきそうな作りなんでしょうか。ここのオーナーが変わり者だったらしい。ホラーやスプラッターの芝居ばかりやっていた。パリの劇場をリスペクトしているそうだ。そんなこと言われたらもっと怖くなるじゃないですか。俺にキレられてもな。早乙女一華だっけ？その人はこういう場所が好きだったの？一華はよくここでライブしてた。
インディーズバンドにハマってたんだ。当時はバーチャドールなんてなかった頃だな。今だったら間違いなくハマってるだろうが。優しい嘘で塗り固めた景色、どこまでも続く日常は。このメロディソーンの曲です。ランドマークで聴いた曲だ。ここにいるのは間違いないな。大丈夫ですか、シューゴ先輩。ここで待っていても。いや、大丈夫だ。あいつが本当にイチカの亡霊じゃないのか、ちゃんと確かめたい。よし、それじゃあ行こう。ミュウとソーンを何としても止めないと。最悪の結末だけは避けなきゃ。そうだな。ここはミフエちゃん、誰かいる。いらっしゃい。ここは流血の花園だよ。スイートピー、前に会った時と雰囲気が違いますね。再洗脳されているみたいです。この前はお茶会がめちゃくちゃになっちゃったでしょ。だから今日はその続き。あなたたちの血で入れたオレンジペコで優雅なひとときを満喫するの。ねえ、死んで死んで死んで死んだ方が可愛いよ、あなたたち。来ますよ、みんな。私は血と復讐のために蘇った可憐な妖精。私をアブラギッシュなデブ男なんて言う人はこの世から消し去ってあげる。いった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 。あれ？またあなたたちにやられちゃったの？なんか急に雰囲気が変わってない？前に負けた時ソーンに怒られてとってもムカついたところまでは覚えているんだけど。やっぱり再洗脳ですか。あのこの前はひどいことを言っちゃってごめんなさい。私ずっと謝りたくて。もういいわよ。え、そんなあっさり。だってメディウスでこんな格好してても本当の私がデブなのは変わりないもんね。ずっと醜い自分が可愛いものが好きなんて、女の子の服が好きなんて許されないことだって思ってた。世界中から笑われるようなすっごく恥ずかしいことだって。スイートピーさん、でも最終的に他人の目なんてどうでもいいのよね。ひまわりちゃん、私ひまわりちゃんを見習って現実に戻るわ。努力してダイエットしてちゃんと痩せることができたら可愛いお洋服をいっぱい着るの。ねえ、もしダイエットに成功したらまたお茶会しましょう。私とですか。だからちゃんと現実に戻れるようにあなたも最後まで頑張って。はい、頑張ります。そのためにはソーンを止めなきゃね。あの人のことは私も何も知らないからろくなアドバイスできないんだけど、なんとなく私と似た匂いを感じる。女の子の勘は
鋭いんだよ。お前は女の子じゃねえだろっての。小太郎先輩、純粋な気持ちを踏みにじるようなことを言っちゃダメですよ。難しい問題ですね。さあ先に進みましょう。必ず現実でもスイートピーさんと会うんだから。ここって本当に不気味な場所ですね。これじゃライブハウスってよりお化け屋敷ですよ。作った時からこんな風になってるわけないから、ソーンがハマってたっていうゴシックロックとライブハウスのコンセプトが誇張されて具現化してるんだよ。ソーンの願いが反映されてるってわけ。幽霊だろうが妖怪だろうが出てきたら俺がぶん殴ってやんよ。頼もしいのはいいですけど、幽霊にカタルシスエフェクトは効くんですかね。うん、幽霊の話はやめましょうよ。本当に出てきたらどうするんですか。ただでさえ何か出てきそうな雰囲気なのに。すずらちゃん、後ろ後ろ。え、痛い痛い、ブー、あー、み、耳が。少年ドールさん、なんでここに。やっぱりお前たちは僕を脅かす敵なんだな。そんな分かり合えたと思ったのに。大丈夫、きっとスイートピーと同じく最洗脳です。さっさと正気に戻してやりましょう。あれなんで僕はこんな場所に。洗脳が解けたみたいですね。もう私すごくびっくりしたんですよ。脅かさないでください。耳が。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、もう大声出さないで。現実で一緒にお弁当を食べようって言ったじゃないですか。それなのに分かってるってば。僕だって今は現実に帰りたいんだから。どうもいつの間にかソーンに捕まって洗脳されちゃったみたいだね。ちゃんと気をつけるよ。約束ですよ。うん、難聴になりたくないし、けど約束を果たすためにまずはソーンを何とかしないと。あいつはメビウスを守るためならどんなことでもするつもりみたいだから。実際再洗脳までされているわけだしな。オスティナートの学士なんて言っても結局はソーンが全てを仕切ってたんだ。多分だけどソーンは見た目とは違って現実ではもっと大人なんだと思うよ。何か達観したような雰囲気で、決してただの高校生なんかじゃない。高校生じゃないか。ここでは見た目が変わるなんて普通だものね。
大した収穫はなし。先を急ごう。誰かいますよ。俺は持ってる。残酷なまでにビッグ。それが俺のデスティニー。小池。小池？俺はそんな小さい存在じゃねえ。俺は何から何までビッグなイケピー。誰も俺の運命を変えられやしない。顔もビッグだったね。それを言うんじゃねえ！正気に戻れ。お前はソーンに操られてるだけだ。この人の場合は操られてるのか正気なのか分かりづらいですね。俺は何から何まで小さいイケピー。誰も俺の運命を変えられやしねえ。顔は大きかったけどね。チャチャを入れるな、森田。デヘペロ。俺は持ってる。残酷なまでにビッグ。それが俺のディストピア。もうぶん殴った方が早いだろ、これ。ああ、目を覚ましてもらおう。千住の神より無慈悲な俺という超着力。大丈夫か？峰沢？何してんだこんなとこで。よ、正気に戻ったみたいだな。あんたソーンに洗脳されてたんだ。ソーンに？ああ、思い出した。お前らに負けた後いろいろあって、いいように利用されたってことか。バカにしやがって。僕たちは現実に戻るためにこれからソーンのところに行く。小池、やつの正体について何か知らないか？何でもいい。やつの正体？そんなもん。あ、何かあるのか？あ、いや、まあこれは勘違いなのかもしれねえんだけどさ、あいつ男なんじゃないのかなって。なんだと？いつも女言葉なんだけどよ。前にミュウと二人で話しているとき、男みたいな喋り方してるのを聞いたことがあんだよ。あ、男だと？そう、トゲ。そうだったか。ショウゴ、何か分かったの？ああ、あとは会って確かめるだけだ。なあ、皆さん、現実に帰ったら。なんだ？いや、なんでもねえ。せいぜい現実に帰れるようもがき続けるんだな。ああ、お前もな。